ずいぶん早かったわね。もしかして生徒会室まで走ってきたの？あ、そっか。ごめんね。朝に会った時、急かすようなことを言っちゃったからか。でも、その気持ちは嬉しいわ。ありがとう。あ、そうね。これからすることをちゃんと説明しないとだよね。今日の生徒会の仕事はね。あ、早速来たわね。いらっしゃい。あなたの学年と名前を教えて。これね。あなたが持ってきたチョコはこれで間違いない？はい、確かに返したわよ。あなたは2年生だから一応言っておくけど、来年は持ってこないでね。もう返事だけはいいんだから。あなたの気持ちが相手に伝わるよう応援してるわ。ええ、もしうまくいったら話を聞かせてね。それじゃあまた明日。とまあこんな感じでチョコを返すのを手伝ってほしいの。ありがとう。君なら引き受けてくれると思ってたわ。君は1年生だから知らないかもしれないけど、バレンタインデーの日は毎年生徒会による所持品検査は恒例行事なの。うちの学校って授業に関係のないものは放課後まで没収するって校則があるでしょ。で、誰が最初にやったか知らないけど、没収されることを承知で持ってくる子が出てきちゃって、上級生は放課後に返却されるのを知ってるから保管所みたいな感覚で持ってきているのよね。それで生徒会が放課後に返還作業をしてるってわけ。ええ、持ち込み禁止だって言ってるのに、まったくこの時期はみんな浮かれていて困るわ。まあ好きな人にチョコレートを渡したい気持ちはわかるんだけどね。だって私たちも付き合ってるわけだし。ちょっと何か言ってほしいんだけど。え、それは秘密？大丈夫よ。誰か来たら足音でわかるし、聞かれる心配はないわ。それに万が一バレたとしても胸を張っていればいいのよ。誰かを好きになって付き合うことは校則で禁止されてないし、問題ないわよね、多分。新しいお客さんが来たみたいね。これから忙しくなるからよろしくね、後輩くん。よし、これで全部返したわね。手伝ってくれてありがとう。去年は一人で大変だったけど、君のおかげで助かったわ。こんな遅くまで嫌な顔せず手伝ってくれて、君には本当に支えてもらってるな。また真面目っぽくなっちゃったわね。とりあえずもう下校時間だし帰ろっか。え？冷蔵庫の確認？私が見た時はもう何も入ってなかったけど。いや、本当に見なくて大丈夫だから。見つかっちゃったか。そのチョコは私忘れじゃないよ。それを持ってきたのは私だし、みんなのことをとやかく言えないな。さっきあんなに偉そうに規律のことを語ったけど、私もまだまだ未熟なんだなって思う。でもやっぱりどうしても早く渡したくて、校則を破ってでも。これはみんなには内緒ね。バレンタインデーの贈り物を君に。